ヤン・エキエルは、ポーランドのピアニスト、教育者、作曲家。フレデリック・ショパンの研究家として知られる。クラクフ生まれ、妹のハリーナ・エキエルもピアニストだった。ヤギエを大学で、音楽学を学んだ後、ワルシャワ音楽院で、ズビグニエフ・ジェベツキにピアノ、そして、カジミエ・シュシコルスキに作曲を指示する。その後、ブローニスワフ・ルトコフスキにオルガンを指示する。 1937年、ショパン国際ピアノコンクール第8位を獲得。1944年には、ワルシャワ放棄に参加。1947年には、グダニスクのスタニスワフモニュー志向音楽院の設立に参加し、翌年まで学長を務めた。1962年から1969年まで、クラクフ音楽アカデミーの教授を務めた。 1964年から1972年、そして1974年以降、ワルシャワ国立高等音楽学校のピアノ科教授となり、ブロニスワバカバラ、ピオトルパレチに、アリツヤパレタイコール部外、河合優子などを育て、世界各国でもマスタークラスを受け持つ。1959年から、ショパンナショナルエディション財団によるショパン全集。 ナショナルエディションの編集主管となり、保作品集を除いて2010年に完結させる。1949年より、ショパン国際ピアノコンクール審査員となり、1985年より、審査委員長を務める。1964年及び1974年に、ポーランド文化大臣賞一等賞を受賞。1995年より、ショパン音楽アカデミー名誉博士。 2000年8月17日にポーランド復興勲章制付きコマンドルスキ十字勲章を受章し、2010年10月21日に民間人としては最高位の白足勲章を受章した。2013年8月29日に100歳の誕生日を迎えた。2014年8月15日、ワルシャワ市内の病院で死去。2021年現在は、 全音楽不出版社が日本語版の販売を行っている。ありがとうございます。